オーランドブルーのロマンは、プエルトリコジーチ・邦区バヤモン出身の元プロ野球選手。1999年の MLB ドラフト31巡目で、ニューヨーク・メッツに入団。しかし、メジャー昇格することもなく、マイナー球団を転々としていた。2006年開幕前の3月に開催された第1回、WBC のプエルトリコ代表に選出された。 2007年には、台湾プロ野球の中心ホエールズの入団テストを受験したが、入団に至らなかった。2009年開幕前の3月に開催された第2回、WBC のプエルトリコ代表に選出され、2大会連続2度目の選出を果たした。2010年は中華職業棒玉大連盟の兄弟、エレファンツに入団。登録名は、ラマン。 4月16日のコーノーブルズ戦で9回無失点で、大大初勝利を飾った。同年は、リーグ最多の193イニングを、投げ最多脱三振のタイトルを獲得した。2011年は2年連続となる、リーグ最多の投球回を投げ最多脱三振を獲得し、さらに今季は16勝を上げ最多勝ちも獲得した。しかし、被安打は、 リーグワーストとなる185アンダーを打たれた。2012年1月13日に東京ヤクルトスワローズと1年契約を結んだ。4月22日の読売ジャイアンツ戦で来日初勝利を挙げる。2013年開幕前の3月に開催された第3回 WBC プエルトリコ代表に選出され3大会連続3度目の選出を果たした。 シーズンでは最初は先発としてスタートするも、リリーフ陣の相次ぐ離脱、不調により中継ぎに回った。交流戦終盤からは、先発に戻ったが制裁を欠く投球が続き、さらに外国人枠の関係もあって、当番の機会がなかなか得られなかった。8月からは再び中継ぎとして、ロングリリーフから、接戦時まで多様な起用に応えた。先発では、 防御率7点台と結果を残せなかったが、中継では23試合で防御率1.16と安定した投球を見せた。2014年はクリス・ナーブソン、クリス・カーペンターの加入もあり、外国人枠の関係で2軍スタートとなった。4月12日に投手陣の補強のため打撃不振のラスティングス・ミレッジに代わって1軍に昇格。トニー・バーネットの不在。 前年終盤に抑えを務めた石山康七の不調を受けクローザーを任される。しかし5月28日に右腕の変形性中関節症と診断され全治不明の離脱となった。2015年はセットアッパーを中心に谷までの先発も行うフル回転の活躍を果たした。後半戦以降は疲れも見せたが10月2日の 阪神戦では2イニングを無失点に抑え、優勝を決めた試合の勝利投手となった。今季は、秋吉良や、ローガン・オンドル・セクラと共に、抑えのトニー・バーネットへつなぐセットアッパーを担い、14、ロブの相性がつく活躍でチームをリーグ優勝に導いた。オフには、第1回、WBSC プレミア12のプエルトリコ代表に、選出されたが辞退している。 そして12月に自由契約とされた。2016年2月11日にラミゴモンキーズと契約し、2011年以来となる台湾プロ野球復帰となった。8月には3勝0敗、防御率1.80で月間 MVP に輝いた。しかし1年で退団することになった。2017年2月8日に第4回。 WBC のプエルトリコ代表に選出され、4位大会連続4度目の選出となった。3月22日の決勝アメリカ合衆国戦に敗戦し、2大会連続で準優勝となった。2017年3月30日、古巣である、中心兄弟と契約した。9月1日の統一ライオンズ戦では、初と来代初となる2桁脱三振を奪った。 9月25日に、故郷のプエルトリコを襲ったハリケーンにより、州全体が停電し、家族と連絡が取れなくなったため母国へ戻り今年で、チームを去ることとなった。2018年は、所属球団なく、オフに、プエルトリコのウィンターリーグでプレー。2019年11月には、第2回、WBSC プレミア12に、プエルトリコ代表として出場。 大会終了後、現役を引退。ストレートの最速時速 156km、平均球速は約時速 141km。同じプエルトリコ出身のディッキー・ゴンザレスとは幼馴染みであり、幼少期は実家が近所であった。楽曲のサルサが好きであり、日本人サルサ楽団であるオルケスタデラルスが登場曲として頑張れロマンを提供した。 ありがとうございます。